で今日は何、手塚君。今日は敷布を何使えばいいかな。でこんなにあんの今日は。すごいね。まあ何でもいいと思いますよ、敷布は。チャンネル登録お願いします。すごい、これ何、これ後でちょっと。あ、木もあんの、すごいね。カーボンだけじゃなくて。めちゃあんね。うわ、こっちもあるじゃん。すごいすごいすごい。ちなみにですね、私が使ってんのはこれかな。そう、ピックボーイの、なんだっけ、J だっけ、わかんないけど、これ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 。で、僕はこれすごい好きな理由の一つとしては、持ちやすいっていう、このグリップが手に合ってるっていうのもあるんだけど、もう一つは、持ってない状態。視点がね、ここにあんのよ。だから、こうすると、まるで持ってない軽さになるわけ。ちゃんと持ってるけど、ほとんど持ってない状態。ところがね、これ面白いんだけど、同じピックボーイでね、この形、これあるじゃん。ほら、長さ同じなのに、これってね、実は支点ここじゃないの。ほら、さっきのはさ、ここだったじゃん。だからちょうど支点のとこで持って、で握るっていう。これがだから、要するに持ってない状態なんだけど、これね、まさかのここじゃないの。ほら、重いね。だから、支点がね、難しいんだこれ。ちょっとこの辺とかになるの。ここで持たなきゃいけないかな。ここで持つと、わかる。ほら、今度こっちに重りがかかるから重いってことなの。同じ敷布なのに。そうだから、この結構視点を僕が気にしてるかな、意外と。で、あとはなんかここの長さと同じなのがいいんだとか、なんかあの大学の時先生が言ってる人もいた。だから38がいいような、38がいいかなってのあるけど、なんかよくほらちょっとこう、あの小編成の時はこうちょっとちっちゃい方がいいんじゃないかとか。ほら、これも全然長さが変わると視点変わっちゃうの。ここになるわけだから、ちょっとこう内側に持つ感じ。あとこれ、これは結構良くて、この辺なのよ。だから長いからこの辺で持ってもちょうどいいというか、長くここの部分を握りたい人にはこれいいよね。そう、あと手が大きい人、これ結構好きかも。意外とこれが定番の形なんだけど、このピックボーイのカーボンの時は意外とこれ使いづらかったです。僕はね、そう、こっちの方がバランスが実はいいんだよねっていうのは前思った。木の方がなんかあの温かみがあっていいんだけど、とはいっても重いんだよね、ちょっと。悪くないけどね。あとはこれはもう人それぞれなんだけど、白い方がいいか肌色の方がいいかっていうのもよく議論されるんだけど、まあなんか白い方が見やすいんじゃないのとかっていう人の方が多いかな。そう、それはあんまり気にならないけどね。別に入るあのこの木の色だからって見づらいあいつっていう。なんだこれ、なんか特に太くて重いでしょ。ボーンってこう、わかる、振り下ろした時に、これたまにあるんだけど、逆にストンと落とすために、そうそう、という時は、こう、重い方がこう、視点がこう、下行ってる方がストンと落ちるから、下に落とす練習する時とかは、最初こう、重いので練習してるといいかもしれないっていう、意味ではあっても。手塚さん、これよ、すごいね。これあれでしょ？折れた3のカーボン製のシャフトでしょ？超軽いね。これにこれか、このコルクのシートを、俺も昔作ったことあるんだけど、あのテニスのテーピングテープいいんだよ。そう、ほら、グッてこう、わかる？その手の形になるから、これいいね。でもいいじゃん、うん、でもなんかだんだん手塚の手の形になってきてるんです。でもいいね、これいいね。これ釣り竿から敷棒ってやったら、廃材から敷棒みたいな。やっぱりカーボンだから軽いし、集めてきてる。アミーキの釣りバイクっていう大学先輩がやってるチャンネルから撮ってる。分かった。じゃあその大悟先輩に行ってさ、ちょっとあの壊れた釣り竿から敷棒を作るっていう企画をさ、今度やろうよ。やりますよ、うん、すげえ軽いもん、これ超いいよ。パパパパー、これやりたいんでしょ、本番ね。ということで、まあ、敷棒いろいろですけど、まあ、僕の場合はまあ長さは、ここのこのここ中指からここがいいと言われた、なんでいいか分かんないけど言われたから、そう38にしてるのと、あとはこう持った時にちょうど視点が持ちやすいところにちょうど来てる方が僕はちょうどいいかなと思って使っていますということです。カーボンの方が軽くて僕は好き。やっぱコルクはいいよね、ちょうどいい、硬くなく柔らかくなくっていう、うん、木は悪くないんだけど、手垢とか結構すごくなってくるんだよ。あと何なら滑って飛んだ時結構の武器になっちゃうからね、コルクと木ね、全然違うもんね、やっぱ痛いもんね。でグラスファイトっていうのは出たんだけど、あの1500円ぐらいのグラスファイバーはちょっとやっぱり痛いんだよね。あ、危ないっていうか中途半端だから。カーボン高いんだよ、でもやっぱ4,000円ぐらいする。1500円ぐらいだよね、木はね。あとね、木はね、使ってるうちにそれは味があっていいんだけど、こうやっぱ曲がってくるのよ。当たり前なんだけど、皆さんお願いしますね、釣りしてんのかこの人ってなるもんね、やっぱりね。そこはあれだよね、やっぱり一応曲がってないもの。まあそんなとこですね。
ありがとうございます。また指揮棒についてもね、質問あったらコメント欄に書いてくれれば手塚がございます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。